はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあというわけでジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン同時視聴動画、未だにストーンオーシャンって若干言いづらいんだよな。今回は第8話フーファイターズを見ていきますけど、今更だけど僕の喋るバランスってどうなんだろうね。あんまりこう喋りすぎても邪魔になっちゃうような気がするから、無音状態っていうのがどうしても不安になっちゃうから、まあまあ喋ってしまうんだけど、とりあえずまあ今回もこちら見ていきましょう。公式 LINE もよろしくね。それでは第8話フーファイターズいきます。せーの、スタート。前回のところねいきなりエルメス兄貴の怒号というか止まれから始まる。そうだ、犯人はいる、あの名探偵エルメス、刈り上げさんの目がやたらキラキラしている。どいつかマジに探さねえと、リズム感がいい。サンバイザーの人の八の字みたいなやつは何だろう、顔のやつ、日焼けなのかな、そういう日焼けなのかタトゥーなのか。一応ここら辺のデザインなんかもなんかみんな、どの人が敵でもおかしくないような、割とファッションとか髪型が奇抜な感じになってるんですよね。あら、黒髪の人が鼻血ぶ顔、ジョリーンの顔険しすぎんだろ。なるほどね、スタンドを殴った、あ、そっか、あれはよろめいたのか、なんか動きを見せてたと思ったけど。全員が全員一通り怪しいっていうね。ワニ所長、ワニ所長って呼んでんのか。容赦ね。あ、そっか、あれか、スタンド見えていたら、反撃するってことかな。思考というか、考え方が奥安。とりあえず、誰が犯人かはわかんないから、全員殴っとけっていう。あの、音石明を見つけた時のあれみたいな。お、声が変わった。パニックだよ。3人のうち誰かがじゃなくて、もう3人がそうだったみたいな、そういうことかな。怖いよ。なんか、うわ、怖えな、普通に怖えな、これ。デロンデロンに溶けていく感じ、うわ。恐ろしいな。何気ここであの、スタンドは一人一能力っていう、若干のルール説明もしてくれましたね。うわ、びっくり、ええ。なかなか衝撃的な始まり方でオープニングですね。ちょっと歌おう。ね、あのみんな位置合わせをしやすいように歌いますよ。でるるーん、わかったことは甘えて泣いたらば愛じゃない。希望の糸を手繰って掴んで動き出す、張り巡らされるトラップアンヘッドかわしてく。 OK 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 の4人、もうオープニングでいろいろわかるよなこれしょうがない、オープニングバレは明らかにいるもんね。
ストーンフリー、私が私であるために、ブレイカー目覚めよう、昨日までの私じゃいられない、ブレイカーこんなに道す、あ、どんなにか連れても前回はどうしても間違えちゃうな。運命って名付けるまで、ここの高さが普通に歌ったら絶対無理なキーの高さです。だいたい低いからね、元が。さあ、第8話、フーファイターズ。うわ、えぐ。うわ、ゾンビみたいになってくね。やっぱ相変わらずディスクの表現いいな。本当に本当にディスクだもんな。回転するし、こうスッて入っていくときに機械音声するし、アニメのディスク表現いいな。ガタいいな。こんなガタ良かったっけ。こいつ自身が本体。理解力すごいな。ジョリーンの理解力すげえな。水分が必要なスタンド。ああ、ガタイが戻ったというか、さっきなんかやたら顔小さかったね、こいつ。水の補給ね、呼吸ではなくて。自分で名乗った。フーファイターズ、今回のタイトル回収。天文物理学の話だよ。ほう。ほうほうほう。まあ、偶然だったらものすごい確率らしいからね。難しい話。ああ、今回、作画、ちょっとあれかもな。ジョリンがなんかやたら垂れ目なような気がするし、顔が少し長めなような気がするね。うん、フーファイターズよく動いてはいるけど。ああ、監修が、マリオみたいなヒゲの監修が。水分補給。連れてこなくてはならない。ある意味信頼っちゃ信頼。水のこいつはなんだっけ、まあフーファイターズの分身みたいなもんかな。知性なさそうだもんな。よっしゃー、うお、あ、複製した腕ってことか。ね、あの、戻すと破壊が伴った、もう、うわぁ、血の出方が、もう、怪我だよ。リスクがでかいよな。あの、自分の人体とか体を増やすってなると。
いやー、怖いね。ホラー感がすごいね。こいつ怖えな、普通に。うわ、光る。まあ、確かに、借り上げだったけど、エンドクレジットというか、キャストの、あれでも。うわ。使い方よ。容赦ねえな。なるほどね。吸い取ると。やっぱり兄貴の男気というか、パワフルさがすごいな。割と成人男性をこう肩に担いで移動できるほどの筋力はあるからね。なかなかパワフル。まあ、スタンドのステータスも確かなんかパワー B ぐらいだったかな。結構パワーある方なんだよね、あの、スタンドのキッス。ドアの開け方かっこいいな。こんな腰に手を当ててバーンって、ジョルノ・ジョバーナのような。お、タイヤ外してる。まあいい。まあいいでしょう。水はもうこいつのフィールドだからな。土壇場?土壇場じゃねえか。フィールド。あ、この立ち方。うわあ、ここ柵がいい。決めの部分はちゃんとしてるね。お、なんか、アイキャッチ準備を一応しておこう。こいつもこいつでタイヤ一本丸々持ち上げるのすげえな。おお、いきなり初回 BGM。朝からぞ。やっぱり言い回しがいいね。この水たまりはもうすべて私なんだっていう。さすがこっちは知性があるから作戦をなんとなく読んでる感じはするね。うわ。一枚上手か。トラクターが行っちゃった。すげえな。エルメスがちょっと追ってるわ。今回柵が決めるところはだいぶちゃんと決めるよな。さっきが若干不安定だったってだけか。ああ、どんどん、フーファイターズが、土がね、土にもう吸われてるわけですね、フーファイターズの体が。いいね、フーファイターズの動きもいいよ、普通に。ああ。止めた。アイキャッチ全然いかねえな。今回長めだぞ。A パートが。あら、優しい。
なるほどね。これも全部ホワイトスネークってやつの仕業なんだ。取引。なるほどね。まあそう、目的はね、丈太郎のディスクを見つけたいっていうことだもんな、ジョリーに関しては。あら、ディスクゲット。ほっと。やばいやばい。止めるところ若干ミスった。今回 A パート長かったな。ちょっと止めるのミスっちゃったけど、A パートのアイキャッチ明けがだいたい16分30秒ぐらいですね。じゃあ次はこっちをスタートして、1、2でこっちのタイマーもスタートすればいいわけだ。タイマー止めるのミスったけど、まあ、だいたい16分30秒ぐらいだから、ポン押して1、2でタイマースタートっていう感じでいいかな。とりあえず再開しましょう。まずはこっちを、せーの、1、2。これで帳尻合ってるといいけどね。さあ、大量のディスクの中から、あ、よかった、ちゃんとありましたね。スタープラチナのディスク読み込む。おお、おお、威力が。BGM があれだ。多分あの3部の処刑 BGM のアレンジっぽいやつだ。ディスクめっちゃあるね。いや、この数だけ、おお。さっきまでエートロだったもの。FF ね。まあ、フーファイターズが、フーファイターズイコールエートロ。うん、まあそんな感じだわ。まあ実態はフーファイターズですね。うわ、指。FE39423 覚えらんないけどね。子供を誘拐した罪で入ってんのか。本気の膝蹴り。容赦ねえな。水に対する執着心ね、FF の。
飲み方がいいね、FF の。ああ、ジョリーンみたいに弾き飛ばされんの？使えないディスクか。どれかなんか入れてみてえな、ディスク。もう記憶を奪うためだから、スタープラチナはあのいらないものボックスというかね、このその他大勢のところにポンと入れといたんだ。スタープラチナ欲しいけどな。スピードワゴン財団にこのスタープラチナのディスクを取れず渡そうと、当面の目標。通知。しまい方よ。他の囚人はもうすっかすかになっちゃったりしてるからね。お、なんだ？お、ホワイトスネーク。FF がちゃんとエートロの顔だね。まあそりゃそうか、当たり前か。お、あ、指が落ちてるか。えぐいな。あ、いや、ここでついに出ましたね、本体プッチ神父。おお、終わった。とりあえずエンディングが始まったんで、ここで止めておこう。よいしょ。あ、下手くそ。何度か説明したけど、僕のカメラの17分録画時間超えるとあの変な感じになっちゃうんで、だいぶ焦ったけど大丈夫だったかな。とりあえず今回はフーファイターズが仲間になって、スタープラチナのディスクを取り戻した。で、まあジョリンたちは分かっていないけど、あのこっち的にはホワイトスネークの正体がエンリコ・プッチっていう人だっていうのが分かりましたね。途中なんかちょっとだけあの作画が不安定なところはあったはあったけど、それ以外のところは基本的に安定していたし、まあなんかフーファイターズもよく動いてましたね。一部崩れているとこの後大丈夫かってなんか不安になっちゃうんだよな。とりあえずタイトルにもなっていたフーファイターズが仲間になっていて、次は第9話取り立て人マリリン・マンソン。とりあえず今のところ全12話なんで、残り話数の方も少なくなってきましたけど、引き続きこんな感じで同時視聴動画を出していくんで、よろしかったら一緒に見ましょう。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。